ゲームオブスローオンズ、ゲームオブスローオンズ、現代は、ジョージ・ RR ・マーティンチョのファンタジー小説シリーズ、氷と炎の歌を原作とした、HBO のテレビドラマシリーズ。中世ヨーロッパに類似するが、ドラゴンや魔法が存在する架空の世界において、多くの登場人物が入り乱れる、群像劇である。北アイルランド、マルタ、クロアチア、アイスランド、モロッコ、スコットランド、 アメリカ合衆国、スペインで撮影されている。2011年春から放送が始まり、最新の第7シーズンは7エピソードで2017年7月16日から放送された。HBO は2019年4月に放送される6エピソードのシーズン8でシリーズを完結させると公式に発表した。日本ではスターチャンネルにおいて2013年1月から 放送され、第6シーズンからは、日米同時放送されている。バーナーエンターテイメントジャパンから第1から6シーズンの DVD& ブルーレイが発売されている。2016年2月18日、Hulu で配信が開始された。2017年からは、Amazon ビデオでもペーパービューで配信されている。なお、各シーズンの副題は、日本独自に付けられている。 一つの季節が不規則に数年間も続く大陸、ウェスタロスと海を隔てた東の大陸、エッソスが主な舞台である。古代には、ウェスタロスには森のコラと呼ばれる小柄な種族が住んでいたが、ここに最初の人々と呼ばれる民族が侵入して、森のコラとの戦争の後に講和し、ホワイトウォーカーと呼ばれる北からの超自然的脅威に備えるために協力して、 壁と呼ばれる魔法的防壁を築いた。壁は歴代の王によって指示され、志願者及び追放された犯罪者が送られて防御されている。北部には未だに最初の人々の影響が色濃く残り、イニシエの神々が崇められる。その後、アンダル人がウェスタロスを征服し、七王国を成立させた。アンダル人の持ち込んだ七神聖教は北部と 鉄諸島を除くウェススタロス中でされている。物語の数百年前、エッソスでは古代バリリア帝国が崩壊し、バリリア人のターガリエン家がドラゴンを使って、ウェスタロスに襲来し、七王国を征服、解体して、ターガリエン統一王朝を開き、倒した敵の剣を溶かして作られた、鉄の玉座に座ることになった。物語の十数年前に、 ロバートの反乱と呼ばれる出来事があった。ターガリエン家の所流であるバラシオン家が、ターガリエン王朝を倒して、鉄の玉座に座り、ターガリエン王朝のほとんどは殺されたが、デナーリス・ターガリエンなど一部の血縁の者は、エッソスに逃れた。この反乱のきっかけは、ロバート・バラシオンの婚約者で、エダード・スタークのであったリアナ・スタークが、エーリス・ターガリエン二世王の息子のレーガー・ターガリエン、 と共に失踪し、これに抗議したエダードの父と兄が共に王によって処刑されたことであった。ロバートとエダードは、里親であったジョン・アリンと共に反乱軍を立ち上げた。王は、自らの護衛、王の盾であったジェイミー・ラニスターによって裏切られて、殺され、ロバートが代わって、新王朝を開いた。エダードは、タリー家を味方につけるため、キャトリン・タリーと結婚した。リアナもレーガーも死に、 エダードは、ジョン・スノーを、自らの落とし事してから連れ帰った。その後は、ジョン・アリンが、ロバートの、王の手として、最小の役目を担った。ロバートは、反乱に加わったラニスター家から、ジェイミーの双子の姉のサーセイ・ラニスターをめとった。その数年後、鉄諸島のグレー・ジョイ家が反乱を起こしたが鎮圧され、幼いシオン・グレー・ジョイは、 スターク家の人質となって、ウィンターフェルで育てられることとなった。本シリーズの脚本には、小説シリーズ、氷と炎の歌の作者ジョージ・アール・アール・マーティンも加わっており、小説のあらすじに沿って制作されている、氷と炎の歌のあらすじ参照。シーズンが進むにつれて、小説との際は、次第に大きくなる。小説に比べて、 ドラマの登場人物は減らされており、一人の登場人物が小説における複数の登場人物の役割を負う。本シリーズには三つの主要な筋がある。物語は九つの諸名家を中心に語られる。王室領及びリバーランドを除く七つの領地は、かつて独立した王国であった。統一後のウェスタロスが未だに七王国と呼ばれる、ゆえんである。 ウェスタロスでは結婚は神聖であり、高貴な人物の婚外子は、お年子と呼ばれ相続権もない。お年子は地方ごとに特別な名字を付けられ、北部では、スノー、リバーランドでは、リバーズ、ドーンでは、サンドとされる。プロットラインの多くに関与しているのは、北部の領主の、スターク家である。エダードネット・スタークを長とし、妻キャトリン、熱血感で、 責任感の強い長男のロブ、可憐な長女三叉、おてんば娘の次女アリア、好奇心旺盛な次男ブラン、末息子の離婚の二女三男がいる。これに加え、ネットのお年後、死生児であるジョンスノー、グレー・ジョイ家から人質として差し出されたシオン・グレー・ジョイが、共に暮らす。ロブとジョンは同い年である。エダードの友で王のロバートと、王ヒサー生の間には、ジョフリー、ミアセラ、 都面の三人の子がいる。だが、サーセイが、チンに愛するのは、双子の弟のジェイミーであり、小人の弟のティリオンを憎む。ラニスター家出身の三人の父は、かつての王の手で、冷酷なタイウィンである。ロバートには、スタニスとレンリーの二人の弟がいる。ロバートによって倒された全王朝、ターガリエン家の生き残りの微生リストでナーリスは海を、 渡った東の大陸、エッソスで亡命生活を送る。原作第一部、七王国の玉座をベースに制作されている。原作第二部、王、狼たちの戦記をベースに制作されている。原作第三部、剣嵐の大地の前半をベースに制作されている。原作第三部、剣嵐の大地の後半をベースに、原作第四部、ランカラスの共演及び、 第5部、リュートの舞踏からのストーリーの一部を加えて、制作されている。原作第4部、ランカラスの共演、及び、第5部、リュートの舞踏をベースにし、第3部、剣嵐の大地の内容を加えて制作されている。予言を信じて、マージェリーを恐れるサーセイは、タイレル家の没落を図り、七海聖教に、軍事組織の復活を許す。マージェリーとロラスタイレルだけでなく、 自分もまた逮捕される羽目となり、恥辱を受ける。ジェイミーは、ブロンと共に、ドーンに潜入して危険にさらされた、ミアセラを救出しようとする。タイウィンナキアとラニスター家の弱体化を見通したピーター、ベイリッシュは、サンサを連れて、ウィンターフェルに行き、着出死となったラムジーと結婚させるが、サンサは夫に虐待を受ける。スタニスは軍を率いて、 ウィンターフェルに侵攻するが大雪に阻まれる。ナイツウォッチの総帥となったジョンは、野人と協力して、ホワイトウォーカーと戦うため、壁の向こうに旅して、数千の野人を連れ帰る。デナーリスは、ミーリンの奴隷を解放するもレジスタンスである。ハーピーの息子たちに苦しめられて、バリスタン・セルミーを失い、地元の名族と結婚して、妥協を図る。ティリオンは、 デナーリスに仕えるためにバディスと旅する途中で、追放されたジョラーに誘拐され、さらには、奴隷商人に捕らえられるがミーリーンにたどり着き、デナーリスの助言者となる。ハーピーの息子たちに襲われた、デナーリスは、ドロゴンに救われ、その背に乗って荒野に着く。原作者との話し合いにより、未完の原作第六部、冬の強風の内容をベースに、原作第四部、 ランカラスの共演の内容を加えて制作されている。サーセイは、七神聖教に復讐を図る。仮葬を使って大聖堂を爆破し、ハイスパローを耐えれるかともども殺すが、トメンは自殺し、サーセイは自ら、鉄の玉座に座る。ドーンでは、ラニスター家に、弱腰の動乱が、エラリアサンドのクーデターで殺される。家族を殺された、オレナが復讐のために、 マーテル家と同盟する。ジェイミーはリバーランジを無欠で会場させる。アリアがボルダーフレイを殺して母と兄の仇を取る。ジョンスノーはメリサンドルの魔術で蘇生し、サンサと再会して壁から離れる。野人の軍を率いてボルトン軍と戦い、ピーター・ベイリッシュ率いる谷間の軍の助けでウィンターフェルを脱する。冬が来る中、北部諸公に押されて、 北の王となる。壁の向こう側では、ブランが過去を原始する訓練を積み、ジョンの出生の秘密を知る。デナーリスは、ドスラク人に捕らえられるが、奇跡を見せて、指示を得る。ドラゴンを操って、ミーリーンを攻める、親方たちの軍を打ち破り、ヤーラ及びシオンと同盟して、ウェスタロスに戻ろうとする。アリアは、ブレーボスで暗殺者としての訓練を積み、 ベスタロスに戻る。原作者との話し合いにより、未完の原作第6部、冬の強風と第7部、エイドリーム・オブ・スプリングの内容をベースに制作されている。これまで独立していたストーリーラインが交わり、登場人物たちが初めて出会い、あるいは再会する。デナーリスはドラゴンストーンに上陸し、サーセイに対抗して、署名家と同盟する。だが、 ラニスター家の策略とユーロンの艦隊によって、タイレル家とマーテル家は崩壊し、ヤーラの艦隊も失われる。デナーリスは、タイレル家攻略から戻るラニスター軍を襲い、ドラゴンの力を見せる。ジョン・スノーは、デナーリスに会って、ホワイトウォーカーとの戦いへの助力を求め、デナーリスは、壁の北に飛んで、ジョンの危機を救うが、ドラゴンの一頭を失う。ジョンの連れ帰った。 亡者を見せられた、サ世セは、偽りの休戦を約束する。ブランの原始で、ジョンが、レーガー・ターガリエンと、リアナ・スタークの着出詞英言であることがわかる。アリアとブランは、ウィンターフェルに戻り、ジョンの代理を務めるサンサに再会する。サンサは、ピーター・ベイリッシュを殺人と反逆の罪で処刑させる。夜の王が蘇生させたドラゴンを用いて、壁を崩壊させ。 死者の大群が南へ進む。日本では第6シーズンはアメリカ東海岸と同時である月曜朝10時から世界最速で放送された。2017年7月16日より放送。第6シーズンに続き日本ではアメリカ東海岸と同時である月曜朝10時から世界最速で放送された。デイビッド・ベニオフと DB ・ワイスの二人が原作を読んで、 映像化を決意し、HBO に売り込み、原作者のジョージ・ RR ・マーティンの了解を得て2007年1月に、パイロット版の制作が開始された。HBO が、パイロット版を機に、入り、第1シーズンの制作が開始された。ベニオフとワイスが、プロデューサー兼、ショーランナーとなり、脚本の大部分を執筆している。脚本家としても豊富な経験を持つマーティンが、第4。 シーズンまでの各シーズンで1話の脚本を書き、その他の脚本家も数話を書いている。原作は2017年7月の段階では5部までの原作が刊行されているが未完であり、7部をもって完結の予定である。ドラマの第5シーズンまでに原作のストーリーはほぼ使い切られており、第6シーズン以降は原作者との話し合いでストーリーが作られている。 2016年4月、第7シーズンと最終第8シーズンの制作が発表された。本シリーズの予算規模は、ロメ、ローマと比較されてきた。パイロット版の制作には500万ドルから1000万ドルが費やされ、第1シーズンは10話合計で5000万ドルから6000万ドルが費やれた。第2シーズンでは予算が15%追加された。 第6シーズンは10話合計でおよそ1億ドルが費やされた。オープニングタイトルはシリーズの設定の世界の3次元地図が中心に光源のある玉の内側に投影されて映し出される。地図の上をカメラが移動するとともに各話に出てくる土地に焦点が合い、建物が姿を表す。主要キャストとスタッフの名前が表示され、最後には各話のタイトルと 脚本家名及び監督名が表示される。オープニングタイトルは2011年のプライムタイム、エメイ賞、メインタイトルデザイン賞を受賞している。撮影の中心は、北アイルランドのベルファスト郊外のペイントホールスタジオであり、室内シーンのほとんどはここで撮られている。その他、北アイルランドの多くの場所で、ウィンターフェル、鉄諸島、リバーランドなどの屋外のシーンが撮られている。 パイロット版では、ウィンターフェルのシーンは、スコットランドで撮影された。キングズランディングなど、南部のシーンは、パイロット版ではモロッコで撮影されたが、第1シーズンではマルタで撮影された。第2シーズン以降では、クロアチアのドゥブロブニク及びその周辺で南部のシーンが、撮影された。第3シーズンでのエッソスのシーンは、モロッコのエッサウィラで撮影され、生きたクマが出るシーンは、 ロサンゼルスのスタジオで撮影された。壁の向こう側のシーンはアイスランドで撮影された。第5シーズンのドーンのシーンはスペインで撮影され、セビリアのアルカサル宮殿、セビリアのオスナ大学、コルドバのローマ橋などがロケーションに使用された。第6シーズンのドーンの喜びの塔のシーンは、スペインのグアダラハラ県のザフラ城で撮影され、キングズランディングのベーラー大聖堂のシーンは、 スペインのジローナの大聖堂で撮影された。第7シーズンでは、スペインのガステルガチェの海岸、トルフィーリョ城が新たにロケーションとして加わった。シリーズの衣装は、日本の鎧やペルシャの衣装など、多くの文化から着想を得ている。ドスラク人の着衣はベドウィンに類似し、ドラゴンの鱗に似せるために、魚の皮から作られているものもある。野人は、 犬イ,イット人のように動物の皮を裏返しにして着る。野人の骨の鎧は実際の骨から取られた型によって作られ、糸やカットグッドに似たラテックスで繋ぎ合わされている。野人や名ルの森とを演じるエキストラは冷涼な気候に合わせて帽子を被るが視聴者が顔を見分けられるように主要登場人物は帽子を被らない。病気が来たアレキサンダーマックイーンデザインのハイネックの ドレスが、ナタリー・ドーマーの衣装に影響を与え、勝負の衣装はすぐに抜けるようにデザインされている。野人の衣装も、宮廷の婦人の衣装も、高精細度テレビジョン放送でリアルに見えるように2週間のエイジングが施されている。女優たちのために何十個ものウィグが用いられている。人の髪の毛で作られ、60センチメートルにもなるウィグは7000ドルも、し、 実際の髪に見えるように現れスタイリングされる。ウィグをつけるのは時間のかかる作業である。例えば、エミリア・クラークは、ブルネットの髪の上にプラチナブロンドのウィグをつけるのに2時間を、要する。ジャック・グリーソンや、ソフィー・ターナーなどの俳優は、頻繁に髪を染める。エミリア・クラークやドスラク人の髪の毛、ウィグ、衣装は何週間も洗ってないように見せかけられる。ウェスタロス人は、 共通語と呼ばれる言語を話す設定であるが、ドラマの登場人物は、出身地域によりアクセントの異なるイギリス英語を話す。エダード・スタークなどの北部人はイングランド北部のアクセントで話し、タイウィン、ラニスターなどの南部人はイングランド南部のアクセントで話す。オベリン・マーテルなどのドーン人はスペイン語鉛の英語を話す。エッソスなど、 ウェスタロスの外の出身人物は共通語として外国語なまりの英語を話す。プロデューサーはデイビッド・ J ・ピーターソンに依頼してマーティンの原作にあるいくつかの言葉に基づいてドスラク語及びバリリア語群を制作した。どちらもサブタイトルで英語訳が表示される。ドスラク語はドスラク人によって話される。バリリア語はさらに高バリリア語及び低バリ,リア語に分かれ。 前者は今は崩壊したバリリア帝国前政治に話され、いまだに学問や洗練された会話で使われる。後者は奴隷商人湾一帯の庶民によって話される。さらに、バリリア帝国が倒した古代ギス帝国で話された古代ギスカルゴの断片も奴隷商人湾には残る。2017年5月、HBO は4人の脚本家にそれぞれ別の スピンオフドラマを制作させると発表した。2017年9月、HBO は、ゲイ・オブ・セロンズ・コンクエスト・レベリアンと題したアニメーションのシリーズの制作を発表し、一部を YouTube で公開した。シリーズは、エーゴン・ターガリエン一世と妻でもある姉妹たちによる、7王国征服から300年後のロバートの反乱までを描く。エピソード1である、ベリリア・エス・ラスト・サヨン。 ハウス・トルジェリアンは、バリリアを滅ぼした、破滅と呼ばれる出来事を描き、シーズン7の DVD 及びブルーレイの、ボーナスディスクに、期間限定で含まれる予定である。ハリー・ロイドが、ビセリス・ター・ガディ演役でナレーションを担当する。プライム・タイム・エミー賞、ゴールデングローブ賞など数多くの賞を受賞している。2018年現在、プライム・タイム・エミー賞では通算で132賞に、 ノミネートされそのうち47賞を受賞し、史上最も多くを獲得したドラマとなっている。特に2015年、2016年、2018年と3回にわたって作品賞、ドラマシリーズ部門を受賞している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。